あの、私だったらいくら稼げると思います？え？いつもここでスカウトしてますよね。だったら何なんだよ。私、稼げるようになりたいんです。は？さっき言ってましたよね、女性が一番稼げるのは25歳って。自分風俗とかできんの？あなた最近仕事を解雇された？なるほど。え、どうして？すごいでしょ、何でも見抜いちゃうんだよこの人。だから魔女さんって呼ばれてる。魔女さん。外にある真ん中の香水、母がつけてたんです。どこにも売ってないのでびっくりしました。うちにはね、ここでしか買えないヴィンテージがたくさんあるの。その代わりに思い出があるお客様が多くいらっしゃるわけ。そうなんですか。さあ、香りを確かめてみて。さあ、香りを確かめてみて。世の中には似て非なるものがたくさんあるのよ。愛と性欲、使命と野心。私、あんなすごい香水には他に出会ったことがないです。こんな出会いもあるもんだね。変えられるのは自分と未来だけ。自分の中にある欲望をうまく飼いならしなさい。